前回のあらすじ、独立を果たし各大名と外交を行えるようになった姉が高じて、織田家と婚姻同盟を結び、武田家とも同盟を結び二大勢力との争いを避けることに成功。そして次の標的を浅井家に定めた姉が高じて、兵力差もあり余裕で落とせるかと思いきや、二度も織田家からの仲介によって強制的に停戦を結ばされ、浅井家攻略は失敗に終わる。義頼の寿命が近づいてきたため義頼は隠居し頼綱が後継者となる。浅井家攻略を一旦諦め、上杉家攻略に切り替えた姉が高じて、武田の手によって弱らされた上杉家に抵抗する力はほぼなく、七尾城での攻城戦で勝利し上杉家を滅亡させたのであった。さてそれじゃあ始めていくわよ。上杉を滅ぼした今、周りは同盟国だらけになったからどこかと手を切らないとダメだな。その前に今のこの勢力図を見てほしいんだけど、何か違和感を感じないかしら？違和感？あ、織田が全く動いてなくないかこれ。そうなのよ。前回の開始時から織田の勢力が全く広がってないのよ。この状況で織田が4年間も動かないなんて考えられないよな。でね、原因を考えたんだけど、やっぱりイベントが悪さをしてるんじゃないかなと思うのよね。考えられる原因はそこしかないだろうな。多分他のイベントフラグを潰さないようにした結果フリーズしちゃったのよねきっと。信長と義明の上洛のところで詰まってるのか。細川藤高が織田家にいないのよね。おかしいな、藤高はすでに発生してる天下布武イベントで織田家に加入するはずだぞ。それがなぜか今は鈴木家で鉄砲撃ってるのよね。なんでだよ。とまあこんな感じだから多分私たちは悪くない。悪いのは藤高のせいよ。こっちもこっちでいろんなイベントフラグ壊してるはずだけどな。それでなんだけど、このまま織田がフリーズして全く動かないのはちょっと味気ないかなと思うのよね。このままだとあっさり織田家を倒せちゃいそうだしな。なのでこのタイミングでイベントを全てオフにしようと思うわ。それで織田が動くようになるのか？まあ見てもらえればわかるんだけど、ものすごく発するしだしたわ。水を得た魚のようだな。これでイベントはもう起きなくなるけど、もともとこの動画としては姉が工事解明イベントが見たかっただけなのでこの状態で行くことにするわ。数年後どうなってるだろうな。それで、ここから武田か徳川のどっちと争うかなんだけど、武田と戦うことに決めたわ。まあ徳川倒してもどの道次は武田なんだけどな。兵力差は武田の16万に比べてこちらは約10万。まあ武田は北条と争ってたしそこまで苦労しないと思うわ。と思ってたけど知らないうちに84ヶ月も同盟結んでたわ。ダメじゃねえかよ。でも大丈夫。伊達がすごい勢いで関東まで来てるからやっぱり強撃できそうよ。北条もう滅びかけてるのかよ。それにこちらは徳川が味方についてるし十分戦えるはずよ。で、武田と争う前にようやくお通夜の方が武将まで昇進したので早速無用に任命するわ。これで天下布武を発令できるようになったな。まったく姉が高じ家に似つかわしくない政策よね。急な自落どうした？てなわけで準備も終えたので出陣よ。目標は木曽福島城。義頼様が儚くも読みへ旅立たれました。このタイミングで来てしまったか。父上、どうか安らかにお眠りくだされ。うむ、お前が中納言にちゃんとなれるか見張っておくぞ。いえ、これからは頼綱を守る守護霊としてよろしくね。どう見ても中納言に取り憑かれた悪霊じゃねえかよ。義頼が亡くなって悲しいけどそうは言ってられないわ。今から武田との大事な合戦が始まるんだから。武田の兵もぞろぞろ木曽福島城に集まってきたな。本当は威風卿が出るまで集めたかったけど道が詰まってるし威風中で我慢するしかないわね。けどうまいこと相手より兵力差で上回れる状況を作れたな。こっちにはもう優秀な武将たちがたくさんいるしこの勝負もやったな。ちょっと山形正影らの激しい抵抗にあって頼綱が壊滅しちゃったりしたけど、なんとか余裕で勝てたわよ。結構被害出てるし。あ、信虎パパ帰ってきてるじゃない、よかったわね。話をそらすな。そして今回の威風中絶福島城特化市場が寝返ったわ。もう一声欲しいところだな。近くにあまり城が密集してないからね。これはもう一つ大きい合戦を狙いたいところだな。そういや従属九州の武神が出てたからやっておこうと思うわ。おい、意識赤い別所の従属ライン崩壊してるじゃねえかよ。イベントオフにしたら毛利も発するし出してこうなっちゃった。通過織田の進行速度速くないか。武田を倒してる頃にどうなってるか楽しみね。いや全然。まあ正直あまり乗り気じゃないけど展開欲しいし吸収する前に耐えてほしいわね。耐えてほしい。だって毛利に今絶賛攻められ中だからね。なんつう状況でやってんだよ。とりあえず無事に武部山城から意識家を脱出させることできたから問題なし。これで毛利と隣接してしまったが大丈夫なのか。多分織田と戦うと思うから気にしなくていいんじゃない。少しは気にしろよ。武田と次の戦を始める前に伊達と親善を行っておくわ。同盟を結ぶのか。あの勢いだと関東どころか本当に武田まで食らい尽くす感じだったからね。近いうちに接敵しそうだし下方でも上げて無理やり結ぶわ。そして1572年11月、下諏訪で2度目の合戦が始まったわ。今回は親善時期々のお出ましだな。で、最初の出陣部隊なんだけど、頼綱は邪魔なので先発から外します。一番の功労者なのに。
というか頼綱の兵数少なすぎないか。さっき壊滅して同様状態になったからね、おそらく。まあ頼綱は合戦のトリガー役として出しただけだし気にしない。援国投用しなくなった途端扱いがこれかよ。さてみんな戦の時間よ。見た感じだと左翼側がかなり薄いな。ここはあまり部隊数かけずに突破できそうね。あとは中央の要所は欲しいから反米をメインに攻めていくわよ。あ、信玄が左翼に向かっちゃってるわね。さすがに今左翼に向かわせてる部隊だけじゃ信玄を倒せないぞ。ここは榊原康政も向かわせるとしましょう。嫌な感じで謙信と稲葉一徹が挟まれちゃったわね。望月千代城を倒せば信玄を挟み込めそうだが、中央の要所は取れたからそこは半兵と柿崎影栄に任せるとして、宮部慶順も左翼へ向かわせるわ。そして右翼の方はどうなんだ。ここは強撃できたからなんとかなりそうって思ったけど、内藤正豊来てるじゃない。このままじゃ稲富が挟まれるぞ。どうしましょう。無策。左翼側は千代城が壊滅したから信玄を慶順と康政でどうにかするわ。問題は信玄と秋山信友に挟まれた謙信と一徹だが、なんとかバグってレールからはみ出して抜けてくれないかしら。バグ技を祈るな。そしてここで反米の10年マイクが発動。中央だけは安心して見てられるな。反米さん無理しなくていいんで、信玄のところに100年マイクぐらいお願い。漫談だ。過労死するわ。頑張れ謙信。それで5000ぐらい減らして。無茶言うな。さあ謙信と信玄、どっちが最後に立ってるかしらね。謙信最初から3000ぐらいしか兵いなかったぞ。そしてここで信玄が謙信に合わせるように風林火山撃ってきたわ。かっこいい。感心してる場合かよ。伝令、稲葉一徹様が下手くそな采配に嫌気がさして撤退したようです。言われてるわよマリサ。お前だよ。お願い壊滅しないで一徹。あんたが今ここで倒れたら謙信はどうなっちゃうの。兵はまだ残ってる。ここを耐えれば信玄に勝てるんだから。次回、前田玄に捕まる。デュエルスタンバイ。お前ふざけてんの。このままじゃ5分の2不要になっちゃう。どまもの、ついさん。根に持ってるぞ。謝れ霊夢。すみませんでした。よし、ようやく右翼側に進展が見られたわ。影栄を右翼側に回して中央を半兵一人だけに任せたのか。中央は要所のコブで体力を回復できるから一部隊だけでもいけると判断したわ。先に取れて助かったな。とにかく早く右翼側を片付けて左翼側の応援に回らせたいわ。おい、頼綱が相手の牙突撃で一気に1000ほど兵削られてたぞ。やはり私は邪魔者ですよね。帰ります。本当にごめんって頼綱。ああ、謙信様が一徹が壊滅して強撃受けてたからな。左翼側の状況がどんどん悪化していくわね。さすが武田、やるわね。あとお前のダメ采配もな。島津忠直隊、撤退しました。慶順が相手が信玄か秋山信友、どっちに向かわせる。信玄の相手をしてる康政の援護に回らせるわ。万が一突破されて軒口狙われたら面倒よ。了解だぜ。あ、山内和豊が左翼側から出てきてくれたわ。謙信が壊滅したからな。これで一部隊は秋山の方へ向かわせることができるわね。ようやく状況が好転しそうだな。矢沢頼綱隊、撤退しました。反米には本当に頭が上がらないわね。まあ私まんじゅうなんです。上ハート。これでようやく部隊数に差ができてきたな。左翼側もなんとかなりそうだし、余った部隊は軒口の破壊へと向かわせるわ。そしてこの後信玄含めて敵部隊を次々と壊滅。最後に軒口を破壊して敵の士気をゼロにしての優勢勝利を収めたのであった。はあ、想像以上に厳しい戦いだったわ。部隊の配置を間違えてしまったよな。信玄の処理に結構苦労したわね。謙信と一徹が挟まれなかったらもっと楽だっただろうな。けど許せないのはやっぱり。伝令、あいつ私をバカにしやがってどうなるかわかってるの。所詮まんじゅうに彼らは過ぎたるものでしたね。おーおーおー。伝令一人に完全に翻弄されてやがる。まったくあの伝令、いつかギッタギタに切り替えてやるわ。こっぱ。で、今回の威風でどれぐらい寝返ったかな。残念だけどここでも2つしか寝返らなかったわ。なかなかこの辺りは威風で城ひっくり返すの難しいな。まあでも今ので相手はほとんど動けなくなったし、このままどんどん押していけばいいわ。ついに武田信玄が亡くなったか。義頼の良きライバルだったわね。はぁ、1573年11月、社で大規模な合戦が始まったわ。互いに勝てば威風強が発動。これに勝てばもう完全にゲームセットってところかな。兵力差は2倍あるし問題なく勝てるはず。だったんだけど山形正景の赤備えで体力最初から半分にされるわ。真田正幸の料理卑怯で混乱されるわ。合戦デビューとなった東道高虎の固有戦法が、相手の馬場の部派の鬼にので無効化されて粘られたりと、
かなり苦戦したわ。まあそれでも軍神様が真田昌幸らを蹴散らしてくれたり、反米が30年前服ぐらいしてくれたおかげで一部隊も壊滅せずに勝てたわ。反米はどの戦でも大活躍してくれてるな。寿命が短いのが本当に惜しまれるわね。そして合戦後このシリーズ初の F 票が発動。お、今回はかなりいったんじゃないか。そのように見えて実際に寝返った城は4つだったわ。あれで4つだけなのか。もうここからはあれ以上大きな合戦も起きないと思うから一つずつプチプチ潰していくしかないわね。今年は誰が元服したのかな。来たー。上杉滅ぼした時に樋口兼豊登用してたからな。たまには優勝 SSR 確定ガチャもいいわよね。無償ガチャであれだけ SSR 引いてるんだからもういらないだろ。そういえばまだ感情を与えてるところシリーズ始めてから一度も見せてなかったわよね。パワーアップキットで追加された要素だったよな。感情を与えることでその武将に2つ名がつくんだけど、やってきた功績によって2つ名や増加する能力値が変わるわ。例えば反米だったら跳躍で活躍したから知略が上がるのか。そして今回反米は最大レベルの2つ名を獲得することになるわ。美濃の防章、先方要所設備ゲージの回復速度が 75% も上がるのか。すげえな。10面前復が75面前復になっちゃうわけ。どういう計算したらそうなるんだよ。幼稚園からやり直してこい。さっきの社での合戦の後、国峰城、美濃和城、春日山城を制圧したわ。異空で取ってないから今取った城はまた内政をやり直さないといけないな。まあここまで来たら武田を倒すことに影響はないしじっくり育て直せばいいわよ。そして春日山城を制圧した1ヶ月後、お通夜の方が亡くなったわ。あや、これで天閣部の政策が発令できなくなったし織田との婚姻同盟も消えたな。なので頼綱、新しい女をさらってきたわよ。さらってきたよな。織田、葵です。なんだっけ。あ、ふつつかものですがよろしくお願いします。いや、あんたどう見てもボイスロイドのことの葉葵だ。違います、織田葵です。そうよマリサ、どう見ても織田葵でしょうが。なんなんだよこいつら。あ、そうそう。武田を滅ぼす前に発令しておくべき政策があるのよ。どんな政策なんだ？朝倉の伝えから発令できる栄林壁書きよ。この政策が発動している間は敵武将登用時の身分低下を緩和してくれるわ。これを発動しておけば敵勢力を滅ぼした後すぐに上司とか武用に任命しやすくなるな。普段発動していても効果は薄いけど、朝倉の伝え持ちを何人か抱えてるなら使い捨て感覚でいいかもしれないわね。さて、話を武田攻略戦に戻すわよ。今回は高坂正信が川越城で籠城してるのか。まあこの兵力差なら余裕ね。あ、反米に何か策があるみたい。重要設備の忍び人将すべて破壊すれば相手の心は折れるはず。さすれば敵はもはや降伏するしか他ないでしょう。いやーさすが反米。ちょうど兵糧少なくて初期式ゲージ少なかったから助かるわ。てなわけでドーンと破壊したら、高坂正信が降伏してきたわ。代わりに配下は逃がしてやってくれとな。もちろんそれで構わないわ。どうせ後でまとめて捕まえるだけだし。まあそうなるわな。そしてこの後ついでに通りすがった北条の城もいただきながら武田の城を次々と制圧。1576年5月、玉縄城を制圧した武田家は滅亡したわ。最初武田への侵入から始まってよくここまで来れたな。正直頼綱の人さらいと斎藤家を倒せたことがターニングポイントだったと思うわ。その2つで武将の質が一気に上がったもんな。そして今ここでさらに我が軍の武将の質は上がるのよ。マジで宝の山だな武田は。忠節を尽くしますぞ。45名か、何人かは漏れたが誰だろうか。よし、ほぼほぼ完璧な結果ね。おい前田源に裏切ってんじゃねえかよ。城之内と同じ扱いしたから切れてるのねきっと。さてそれじゃあ武田滅亡後の周囲を見ていくわよ。うわぁ、北条が伊達と徳川に食い荒らされてる。なんとしても北条の最後の城はこっちが取りたいから慎重に城を取らないとね。伊達と徳川の動きを見ながら最後だけ美味しくいただく感じだな。そうね。それでこの後江戸城をこちらが取った後、徳川が立山城を取ったことで北条の残る城は小机城一つに。最後ありがたく頂戴して北条家も滅亡させたわ。この短期間で武田と北条の武将が入ってくるとは。もう姉が小路家が今一番強いんじゃないのか。それはまだわからないわよ。姉が小路家の後継ぎマリサちゃん。だからなんでお前はそんなに私を姉が小路家に入れようとするんだよ。まだ誰が勝者かはほら、これを見ればわからないでしょ。きっちり地方ごとで覇者が出来上がった感じになってるな。ということで次回が最終回になると思うわ。勝者は誰になるだろうか。ヒントは、から始まる大名よ。おい。1572年、また時が戻ってるし、そしてこの BGM はもしや。はい皆様大変お待たせいたしました。本日の頼綱人さらいのコーナーでございます。おい前回のアルティメットファイナルラストで終わりだったはずだろ。お前は何回嘘をつくつもりだ。確かに頼綱はもう人さらいしないし、前回のアルティメットファイナルラストであのコーナーは終了したわ。だから今回はね、頼綱人さらいのコーナー外伝なのよ。すまん、一発殴っていいか。なぜか妙に評判良くてねこのコーナー。
前回の YouTube のコメント欄の大半に人さらいというワードが入っていてすごく危ない感じの動画になったわ。こいつバンされねえかな。さてそれじゃあ一人目を紹介していくわよ。最初は土橋森重。やはり頼綱じゃないとダメなのか。今回は亡くなった吉頼のところに稲葉重道を入れたから彼が人さらい担当なんだけど、せめて人事担当といえ彼もしっかり頼綱イズムを引き継いでくれたわ。例えば鈴木茂秀のようにね。マジかよすげえ。私のセリフを言うな。はい、本日もマウスカーソル先輩が荒ぶっております。こいついつも荒ぶってんな。孫一さんマジかっけえんすわ。マジで私ももうこれで十分なんだが、まだまだ終わらないわよ。次は柳宗悦。おい、今度は剣豪まで集め出したのかよ。いつか私より綱人さらい博物館を開きたいと思うの。あっそう。そして3人目はなんと鈴木貞雄だー。なあ霊夢、これ思ったんだが。違います。まだ何も言ってねえだろ。もうマウスカーソル荒ぶらせるのは疲れたよ。マリサッシュ貧弱体質。そして4人目はえ、これアッコンガンジ剣女です。急に冷静になるな。けどやっぱりこれは勝ったわ。織田が潰した勢力から流れ着いてるんだわ。あー、だからなのね。最近やたらとハゲが流れてくるなーって思ってたのよ。そんでさ、もう一つ思ったんだけどさ、煉獄東洋のガチャ、当たりしか入ってなくないか。け、急に何言い出すのよ。今までの煉獄東洋全部見てきたけど、ハズレらしいハズレを一度も見てないぞ。そしてこれはただの私の推測に過ぎないんだが、能力の高い浪人を上から引っ張ってるだけなんじゃないかって。どうしたのマリサ、顔真っ赤よ。あらすごい高熱、早く休んだ方がいいわよ。ほら。なんだよ急に。別に悪いところなんてどこにも。無双封印、急に何しやがるんだよお前。ふう、ようやくどっか行ってくれたわね。しかし勘のいい饅頭ですな。そうね、次回は今のこと全部忘れるくらいきついお仕置きをしないとね。だから頼んだわよ。何やら不穏な空気が流れているが、あのシルエットは一体誰なのか。そして次回がおそらく最終回となります。よければチャンネル登録、フォロー、高評価をしていただけると嬉しいです。それじゃ、またねー。